久保さん、之助行きましょうか。これいい言葉ありました松下洸之助のこれはいいしびれる言葉ですねこれはね初めて聞いたな石の上にも3年というしかし3年を1年で習得する努力を怠ってはならないとこれいいんじゃないですか <laughs> これはしびれますね石の上にも3年というしかし3年を1年で習得する努力を怠ってはならない これ深いっすね。なんかその、なんすかね、なんか継続することが大事、続けることが大事だよって、まあね、僕も久保さんも言うし、まあ、みんな言ってるし、まあ、続けてるし、億万長者合宿もこれ、まあ続けてるんだけども、なんすかね、もっとえぐられてる感じですよね。いや、続けるのは当たり前だと。続ける中であの もっとギュッと凝縮しろと。でもっとこの話を、この話松下幸之助のこの言葉の話を続けるんだったら、なぜならば、石の上にも3年という、しかし3年を1年で習得する努力を怠ってはならない、なぜならば、時間には限りがあると。3年後あなたは生きてるかわからんと。今、今日やれと。<laughs> 今日最大限に出せと。 そんんなな感じかなと思うんですけどいやこれすげえ大事ですねうん,なんか続けてればいいんだよみたいな風潮もあるじゃないですか風潮というかまあそういう言葉がその風潮を作ってる部分はあるんだけども続けてるだけじゃねえ、まあ、うまくいかないこともありますからね <laughs> ただ何も考えずねやってるでいまあ掛布さんの僕はあの事例をよく塾,塾でも言うんですけど 素振り旋回なんかみんなやってるよと。俺は、あの、阪神タイガー掛け風って言われた理由があるとするならば、一球一球考えて、で、潰ってきたからだと。うん、考えたと。うん、他の奴らより考えたと。もちろん他の奴らがやってる素振りの量もやったけど、他の奴らが考えてない量を考えて一応役に取り組んできたみたいな、なんかそういう話なんだけどね。うん。これは非常になんか、 うん、やっぱ偉人名偉人たちは悟ってますね知ってますねいろいろと <laughs> まあこの2行2行ですけどねたった2行なんだけど重みがやっぱでもこの重みを感じれるのはやっぱりそうだよねっていうふうな確認ができるぐらいや僕もまあ 松下さんほどはやってないけどもまあまあやってきたっていう自負はあるのでこの重みを受け取ることはできますけども多分自分ではやってこなかった結果を出してない、えー、結果を出してない人からするとこの重みを受け取ることはできないでしょうね。久保さんも多分この重みはね受け取ると思いますよ。だから ななんだろうなあのウォーターサーバーでしたっけウォーターサーバーのやり方もいろいろやってきて手数増やしてじゃあもっと稼ぐためにはどうすればいいのかっていうことを考えてじゃあこういう方法どうだっつってやって一発10万みたいな話ですよね。でもそれ手数踏んでいろいろやってこなかったら多分そこにまあ考えてやってなかったらそこの方法に行き着いてないしただ言われた通りね。 まあ言われた通りにやる、素直にやるってのも大事なんだけども、ただネット上でね、ウォーターサーバー YouTube 紹介しましょうとかね、ブログでウォーターサーバー紹介しましょうっていう、みんなやってんじゃないですか。でも、少なくとも久保さんのやり方はやってないですよね。多分ほとんどの人が。<laughs> そのなんか、なんかその、言ってね、営業かけてくるみたいな。な実験ですみたいな。荒 <laughs> 技ですよね。荒技。 試験あの塩用のなんかそのか実験させてくれみたいな <laughs> ある意味まあいいやいってらっしゃい。